さて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることはない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どうなんやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが、致し方ない。入れ。ちょっと早くないっすか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助。斉藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんの最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにや。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿す。名は大宮。大宮。誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて？暴れて傷つけてもええっちゅんか？お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったら、いっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安う上がりますさかい。何を考えてるんだ、落とせ。はじめは、いや坂本様、この落とせ資材のすべてを失っても構いません。せやからこの京の町をお救いください。落とせ。三風が京にやってきてから1年。京の町は地で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声がやまないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、
そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになれば、それも全て終わりになるんでっしゃろ。せやったら宿の一つや二つ欲しはありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため、決着をつけてください。顔を上げてくれ、落とせ。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様。お寮。うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかい、うちにできることなら何でも言うてください。それが、はじめさんにできる。せめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。え？俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。東堂。会合の件、桂さんは来ると生駒さんから。東堂、何があったんだ。武田さんに見られちゃって。医者を呼んでくれ。はい。そんなことより、早く武田さんの血を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、あんたはすぐに新選組に行って、土方に。急いで急いで、武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺、近藤さんに合わせる顔が。武田さんは生駒さんの店にいます。早く。わかった。だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ東堂。お寮、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。分かった。武田。おお、誰が来るかと思うたら、お前とはな、てっきり平助は土方のとこ行くと思うとったが。何をしている。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せいや。平助はお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲まへんか。どういうつもりだ。取引したいんや、あんたらと。お前ら、
何してるんだ、起きた。東堂平助はここ油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと？どういうことなんだ？それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんね、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を切る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。おう、西郷さんも来てたんですか。罠かもしれないのに、さすが怖いもの知らずですね。二人の坂本龍馬、おもろそうな話やないか。そういうお前も興味あるんとちゃうか。興味津々って感じで。って、飲んで大丈夫なんですか？何が起きるか分かりませんよ。なら、なおのこと飲まんとな。お前も飲め。せっかくだけど、遠慮しておきます。昨日の晩に俺の女がちょっとした騒動に巻き込まれちゃいましたね。一晩中解放していたもんだから体調が悪くて。集まってるな。どうも。どうなんや、坂本龍馬来るんか。さあな。だが来るとすればそろそろなはずなんだが。あの部屋か。連中がいる場所は。ああ、なんや、雨か。物音がごまかせる好都合だ。合図だ。行くぞ。
行くで。打ち入れか！量産おるな。暴れがいがあるってもんやで。余計なおしゃべりはええ、真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。ああ、分かった。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。これがもう一人の坂本龍馬だと。中岡、大丈夫か？全部見抜かれていた。こっちの仕掛けた罠を逆手に取られた。何？外は見回り組で包囲されてる。西郷と桂はなんとか逃がしたが、俺はこのざまだ。しっかりしろ、中岡。無駄だ。やっぱりお前だった。久しぶりだな、龍馬。倒幕戦争を阻止する大政奉還、それに帝暗殺計画の阻止、先回りしたはずが全部お前に食い止められた。本当にすごいやつだよ、お前は。どうした？言いたいことがたくさんあるんじゃないのか？どうして俺が東洋のおやっさんを殺させたのか、どうしてその時俺は自らの名を坂本龍馬と名乗ったのか、そしてどうして俺は竹地半平太の名を捨て坂本龍馬という人間になったのか、知りたいんじゃないのか、龍馬。その前に一つを教えてくれ。なんだ？本当によ。今、俺の目の前にいるのは竹地半平太なのかよ。なんだと？あんた、鏡で自分の顔を見てるか？
体何があったんだよ。どうしたらそんなになっちまうんだよ、兄弟。あんたが俺の名を語っていると確信した時から決めていた。だが、何なんだこの気持ちは。なんでそんな姿で俺の前にやってきたんだよ。龍馬、見ただけで俺にはあんたがどんな思いでここにやってきたのかが全部わかっちまう。そんな自分が悔しい。俺はあんたが憎いんだ。憎いまま切らしてくれよ、兄弟。兄弟、今日ここ大宮で坂本龍馬という男は死んだ。坂本龍馬の伝説は幕を閉じたんだ。何言ってんだお前。残念だが、今お前に殺されるわけにはいかない。お前には最後の仕事をしてもらう必要があるからな。何わけのわかんねえこと言ってんだおい。土佐で待つ。すべてはそこでわかる。待てよおい、待てっつってんだ。たけし、たけし。はじめちゃん、急に五両エジも見回り組の連中も姿を消した。どないなっとるんや。ん、中岡。あれが坂本龍馬。フォトグラフの男やない。全くの別人や。おい、はじめちゃん、どういうことや。一体ここで何があったんや。説明せえ、はじめちゃん。坂本龍馬は死んだ。坂本龍馬という男は死んだんだ。今日この時間、この場所で。